こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承イントロダクションナンバー2でございます。カバラの次は時代派、ね、次の時代ってもう今からもうすでに始まってますけどね、どういう方向に進んだら、少なからず今以上のその効果的関与、コーチング効果、トレーナビリティみたいなところにより接近迫ることができるんだろう、ね、その視点で私なりに見ているところの3点です。前段として重ねますけど、やっぱり AI データ、うん、それが前世の時代であるということは従前に踏まえながらも思うところ、うん、いくら機械的発達しちゃって人間変わるわけはないので、根底としてだから道具としてこういうことを進めゆく中で道具としての機械の発達はよりあるでしょう、デジタルの運用はあるでしょう、うん、そういう関係性だと思うし、それをつくづくに願うところでもありますけど、3つあれば、1つ目がね、メタフィジカル、折を見てよくよく言ってきてますね、メタフィジカル、フィジカル、フィジカルって散々言い続けたこの30年、ね、次はやっぱり、その肉体性、身体性は十分認めつつも、必要性認めつつも、それより高いエネルギーで存在するところのメタフィジカル世界、ね、これに何だろう、こうもうそういう眼鏡を取ってね、真実として見ていく、そういう世界があるんですよ。見えない世界、我々の存在における、我々の行為行動を支配しているところの見えないエネルギー、これがどれほど大きいか、見えるエネルギーよりもどれほど大きいかということ、うん、なぜかというとやっぱりデジタルの時代だし、アインシュタインの時代、これはもう全部メタフィジカルの世界ですね。これやっと人間の身体性の世界にもメタフィジカル世界、有用性と価値、またはその運用っていうのが、利用っていうのが具体化する時代をひしひし感じるし、僕はそれをやらないんだったら私リードしていきたいなと思うところであります。象徴はやはり言語、ランゲージです。言葉、書けば見えるけど喋ったら見えない、ね、当たり前すぎますけど、当たり前すぎるエネルギーに取り巻かれてますから、これはメタフィジカル世界です、全て。うん、だからまあ心理学といえばそれは心理学的なところもあります、心理見えないですからね、含めたメタフィジカル世界がよりその価値意味がもたげてくるし、さらにこのベベグムスレイレ、運動学の世界も実はね、これメタフィジカルなんですよ。うん、よくね、深く、より深く理解されているマスターの方、プロの方、研究者の方、100も承知でいらっしゃると思いますけど、全部これ認識論なので、全部メタフィジカルですね、これ。いや、体の動きじゃないかって、それは結果論ですから。うん。中核たる、これ、運動学で、これ、金子先生おっしゃいました、意味核って言うんですよ、意味核。この運動の形の、動きの形の形態である、それは認識であり、もっと言うと運動学表現ね、これはやっぱエグい言葉ですけど、意味核って言うんですよ。動きの意味核みたいな、そうなると完全メタフィジカルですよ。運動学の実態って実はメタフィジカルに存在する、ね、言葉の定義がうるさいってのはそういうことなんですよ、うん、だから僕はメタフィジカル世界に運動学をピシッとポジションしたいと思ってます、その価値を、ね、含めてということと同時に、同時じゃない、また別じゃないんですけど、非常に関係深い中での野生本能回帰、メタフィジカルの運用というとより人間の世界ですよ、超学習の世界だから、これは認識だからけど、それを下支えする無自覚なる本能世界、これが対極としてグンと出てきますね、うん、これは内混ぜになって混ざったのが人間でしょ、だからこの双方矢印書いたんですけど、内混ぜになってるのが人間でしょ、うん、でも無自覚ないわゆる食と性に、常に食と性、これは生きるってことなんですか、遺伝子、リチャード・ドーキンスありますでしょ、遺伝学なんて結局遺伝子を運ぶ道具でしかねえんだっていうような認識が今のところ最もヒーローじゃないですか、ドーキンスの世界ね、食と性ですよ、目的なんて全部そのために陽動されるでしょ、食うために戦うじゃないですか、子孫を残すためにね、やるでしょ、うん、そういうことですよ、これがどれほど無自覚に我々を支え動かし動機となり続けてるか、ここくすぐんなきゃ嘘ですよ、うん、わかりますよね、こんなの、こう違うんだっていう、こう蓋をしてる場合じゃない、うん、これまさに本能回帰だし、ここなんで回帰、いや全然そっちと違うじゃないか、内混ぜになってと言いながら違うじゃない、違くないんですよ、
人間の場合はこの場を授かってない科種属の生物、まあ近しいところで言うと哺乳類であればそうは言わないですよ、ね、言葉なくたってこれは成立してるわけだ。人間の場合は言葉がある。かつ面白いですよ、これ前喋りましたね、言葉がないと本能性の発揮も限りなくしづらいっていう動物さん、人間の場合は。わかりましたね。メタフィジカル世界がないと本能性も限りなく発揮しづらい、拙いということが分かってきてる。だからないまぜになってお互い相互浸透してる、僕好きなことは相互浸透してる。どっちもどっちなんですけど、まあ両方からってことですね。メタフィジカルから、または非常にスーパープリミティブな存在の基盤から入るということ、これが2つ目、ベータのことですね。最後アルファベータガンマ、これは取ってつけてるんですけど決してそうでもないね。一個前で空間の話、カバラのところで、ね、空間の重要性お話をしましたけど、やっぱり宇宙開発っていうのがぐんぐん来る中で NASA ジャクソの世界の知見がどんどん無重力無酸素ね、もっと言うとこれ一体人間しか分かんないし、縦横高さ右左なくなるんです。これ存在基準がなくなるってこと、なるほどねということも完全に空間論じゃないですか。重力の意味、いわゆる存在の軸極性みたいな抽象化しないとせめて言えない、うん、でもそれが性格の動きとかなんとかっていう話の全て基盤になってるってことは、やっぱり宇宙に行った時パランスをこれ気づかされるわけですよ、うん、どんどんこれは宇宙開発を拍車かけるでしょう。知見もどんどん増えていくわけですから、それをじゃあ改めて当たり前のように日々授かってるこの重力環境でどうその知見を運用するか、うん、今までの常識とは全く違った世界も存在してくるはず、出てくるはず、うん、まだあんまりこの仕事なされてないですよね。別物として扱ってる、すごい宇宙行ったんだよ宇宙飛行士みたいな話になっちゃってる。違いますね、僕は最新は宇宙との関係だと思っています。以上、この時代派としては3つ、メタフィジカルと本能回帰と宇宙回帰、この辺をどう目の前のことに生かしうるのか、また生かされていくのか生かせるのか、ね、このウェーブムーブをね、感じるし、当然私もその一人の参加者としてそれに関わっていきたいし、その波を起こしていきたいと思うところであります。この3つのね、うん、まあ私の意見を1にお伝えしたところで、やっと3つ目として技の伝承の話ですからね、多分何度も言います、このね技の伝承の解説ですから、この運動がベベグムスリエルの意味をね再定義させてもらいたいと思います。あんまり聞いたことない、マイネルは聞いたことあるけど ね、そういう方々も多分絵の一つ理解の補填になると思ってますから、ぜひ聞いてください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。